会いたかったぜ。私がそれまで戦った競技者たちとは全く異質な存在感。リング上でもほとんどガードを上げたことのなかったこの私が初めてガードを固めた。 Roll strike a butterfly. Sting like a bee. 1814年 イギリスの地で近代ボクシングが産声を上げて以降、ノーガードを戦術として取り入れたのは私が最初だった。ガードを上げない。いかなるモンスターと向き合ってもだ。当時の対戦者と私の間にはそれほどの開きがあった。分かってもらえただろうか。私がガードを上げるその意味の大きさが。 路上に姿を現したその男にそれほどの脅威を感じたのだ。当たった。プロボクサーの私がよもや見誤るはずもなく、ボクシングとは明らかに体型の異なるパフォーマンス。想像できるだろうか。私が生涯をかけた技術が 触れもしない。何が欲しい？君の要求は何だ？<笑>見せてくれ。あんたの本当の得意技はボクシングじゃねえ。さらに言うなら、 あんたが目指したものは世界ヘビー級チャンピオンじゃねえ。なぜそう思うのだ。<笑>リング上であんたの動きを見りゃ一目瞭然。あれはボクシングというよりもっと全局面的な、あらゆる攻撃を想定したいわゆる格闘技。 世界中の名だたるトレーナーたちが想像すらしていなかった私の夢。